スーパースティック4インチ、コーヒー重。これの 0.85 やから何グラムや。3グラムぐらいかな、わかれ。のガン玉で、スプリットショット。風強いんで、ちょっと、ボトムに落として、ラインも寝かして、もうミロストのシェイクじゃ多分食わへん。いける。マジで？マジで？枯れた一撃やん。よいしょ。あ、これこの球あかんねんな。浅いからすぐ出んのとすぐ回る。ああやってクイーンって回るんでね、魚が暴れたら。あかんわ、これ台湾のやつ。よくない。はい、まさかの一投で釣れました。カワウにやられまくってんなこいつ。めちゃくちゃカワウにやられてるやん。はい、42ぐらいかな。本日最小サイズです。はい、ありがとう。笑けるわ。釣れすぎやろ今日。何匹釣れんねんマジで。おかしいって。絶対おかしいわ。まあスーパーシックコーヒー樹のこの、スプリット、これはねやったら釣れるんちゃうかなと思ってて、さっきから。でいつやろうか悩んでて、やってみたら釣れました。たまたま落ちたとこ良かったんやろな。めっちゃいいとこ落ちたんで、結構ね、まあ、向こうさっき行ってたんで分かるんですけど、地形が割といい地形のとこに投げて、でフリーフォールでボトムズーってこう落として、多分ちょっと流れとったんかな。結構ね流れ効いてるんで、ちょっと流したらゴンゴンってきて、ふってるってなって食いましたね。その辺もいてそうなんやけどな。ちょっと今一匹釣ってもたからな、手前からやるべきやったな。まさか釣れると思えへんかったから。一頭で、こういうボトムのズル引き的な釣りはね今日やってなかったんで、多分釣れてないと思うんですよ。これ系の釣りにはまだ。食うやつがおったら食うんちゃうかなと思ってガラッと変えてみたら、やっぱりね、あのミドストとかボトストとかシェイクの釣りは最初ちょっとやる気ある魚はね寄ってきてくれて食べたりするんですけど、やっぱそれ釣れてしまうとね口使えへんなるんで、やっぱりシェイクはねどうしても釣れやすいし魚嫌うんで。ちょっと遠くから呼びたいなーっていう時、魚の居場所がちょっと分かりづらいなとか、若干こうアバウトなキャストをする時とかね、そういう時はミドストとかね、そのシェイクで誘ってちょっと遠くからね魚を呼んで食わしたりとかあるんですけど、あとはちょっと上の方でねシェイクしてたら下から突き上げてきて食うとかね、まあ、ホバストとかミドストとかそれですけど、その釣りにやっぱ釣れるっていうか、ちょっと釣ってしまうとね、やっぱそういう系では口使えへんなるんで、釣れてないフィールドやったらね、ずっとミドストで連発したりもするんですけど、なかなかこんな小場所で、そんな連発って難しいんで。なんか今ツンってなったけどな、食ってないな、食ったで。あ、バレた、バレてもた。マジか、誰やったんやろ今の。濁いもおるからな、バスか濁いか分からへんけど、バレてもた。やってもたな、やっぱ底ずるは強いな。
底釣りやるときね、高比重がいいです。まあ、スパテラもよう釣れるんですけどね。ただこのスーパースティックの高比重僕は好きですね。赤松さんとかね、村上さんとかの動画見てると、スパテラーばっかりなんですけど、ちょっと広いエリアから、まあ、魚、ちょっと遠くから呼びたいなとか。あとはね、まあ、ギルバイト多い時はちょっと使えないですけど、テールがね、切られるんで。まあ、やっぱちょっと若干その広い景色。で、雑に釣りたい時、このスーパースティックはおすすめです。で、もうそこでよりね、そのバスが食うポジションが絞れてきたよっていう時は、スパテラとかね、だんだんサイズ下げていったら、さらに連発とか見込めるんですけど、もう僕今ね、腹減って、やばいんですよ。ほんまに死にそうなぐらい腹減ってて。ちょっともう移動しようかなと思ってるんやけど、せっかくなんです。移動するとき、ここね、ちょっと近くに何もないんで、まあまあ遠いんですよ。でも、正直移動したら今日ここに来るつもりないんで、違うポイントで釣りしようと思ってるんで。だから、ね、ちょっと釣り切りたいじゃないですか。せっかく今日ね、よう釣れてるんで。だから、雑な釣りで、ちょっと食ってくれへんかなということで、スーパースティック。まあ、雑な釣りとか、釣りは丁寧やけど、ちょっと、スパテラよりも、スーパースティックの方は、まあ、寄せる力強いんちゃうかなと思って、これでやってます。もう腹減って、やばいねんな、さっきから。マジで。てか、なんでバレたんやろ、今の。悔しいわ。バラシは悔しい。今日バラシなかったんで。めっちゃ悔しいわ。おっしゃ、連発や。でかい。めっちゃでかい。次はバレんなよ。やばい。バレんなよ。後ろからもう一匹ついてきて、さっきもバスやな、絶対バレたのも。ちょっと飲まれてるな、これ。やばい。めっちゃ引くやん。うわ、後ろ、バス、2匹ぐらいおるわ。バレんなよ。めっちゃ引くやん。でかいわ。ゴジャップ。回らんといてな、タモ回るなよ。よーしょー、でかい、太。めっちゃ太いわ。めっちゃエバス来た。おー、ばっくり丸飲みや。フッキング遅れたな。はい、今日一日言うと何本目のゴジャップか分からへん。7本目か8本目です。はい、X デーですね、これが完全に。はい、余裕のゴジャップ。追加。ああ、むっちゃいい魚。綺麗やな。ヒレピンで、むっちゃいい魚。パンパン。いやー、今日ちょっと、ね、動画いつ上がるかわかんないですけど、多分3月ぐらいかなと思うんですけど、2月の半ばです。X では2月半ばなんですよ、いつも。オッケー。めっちゃええ魚。かっこいいな、こいつ。しゃあ、ありがとう。はい、サイズ計測ね、いきます。プリプリやな。はい、51ですね。はい、50は超えてます。パンパンやから、むちゃくちゃ良い日だ。ありがとう。ええ魚やな、ほんまええ魚。これはスペラン。ちょっとヤバすぎます。釣れすぎやろ。はい、ちょっとね、スーパースティックはまだ無事なんで、このまま使うんですけど、針がね、ちょっと伸びたんで、針
交換します。針持ってきてないんちゃう？いいサイズ。これしかないな。こっちでいいか。ちょっと針がね、いいサイズ、ベストなサイズがないですね。ベストなサイズ何番か知らんけど、僕フックサイズ何番とかで別に覚えてないんで、何ゼロとかで覚えてないんで、何番が、そのベストなのか分からへん、正直。大体これぐらいかな、みたいなのがあるだけで、的確に、番手は知らないです。1とか10とかそんなもんちゃうかなと思うんですけど、これ多分20かな。ちょっとでかいです。ただこれしかないんで、まあタックル強ね、ちょっと割と強いんで、これでいいかなと思います。こっから、もう一回。さっきね、ついてきとったんで、後ろから。まだバスいてんの分かってるんで、釣れるんちゃうかな。分からへんけど、さすがに釣れへんかな、もう。やばかったわ、さっきのバス。めっちゃ引いた。めちゃくちゃ引いた、ほんまに。で、とにかく、ゆっくりズル引きです。もう別にアクションとかいらないです。ゆっくりズル引き。シンカーの音と、まあ、ワームの存在感で、魚に気づいてもらって食ってもらう。ラインはね、底張ってる方がいいんで。で、ズル引きやけど、まあ、適度に止めて。ずーっとズル引きよりも、やっぱ止め入れる方がね、止めが食わせの間になるんで。対岸から離れたら釣れなさそうな気するんで、回収してもう一回投げ直す。シェード、今ね、多分シェードにしか魚がいてない感じで、でシェードから出てきてまで餌食ってないんちゃうかなみたいな。でも今ちょっとね、太陽がほんまに真上でシェードがめちゃくちゃ狭いんですよ。正直対岸がシェードやから、今対岸に行ってね、対岸でシェード沿いをズルビゴーが釣れると思うんですけど、ただもうちょっと移動するのもあれなんで、もうこっちからね、もうお腹いっぱいなんで、ちょっとさすがに。でも食わんかな、もしかしたら。もうさすがに食わんか。釣り切ってもたかな、今釣れる魚は。この小場所でそんな釣れること自体がまずおかしいですからね。なんかおかしいですよ、今日。絶対におかしいもん。そんな釣れるわけがない、こんなとこで。なんかルアーローテとかもちょうどいい感じにはまってるかもしれへん。上から徐々に釣ってってるんで。で、ちょっと強い釣りから釣ってってるんで。これがね、多分、スーパースティックのスプリットを先やってて、で、ミドストをね、後にやってたら、多分、釣れてなかったんちゃうかなとか思います。ミドストで、シェイクで寄ってきてくれる魚を、アバウトな、ね、コースとかで釣ったからこそ、多分このスプリットが生きてきてるんちゃうかなと。動画ね、バラバラで申し訳ないですけど、動画の尺がね、長くなりすぎるんで分けてます。バマストで釣って、ミドストで釣って、次はスーパーセクのスプリットっていう感じでローテしてます。強いのからだん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 弱く静かにっていう感じ。
男性が。危ない。糸、気にかかってないでな、多分。危なかった。かかりそうやったわ、今。いけてるな。いけてるわ。